登山って心理的的健康的にいいあありりまますすかめちちゃゃく実は瞑想が苦手とかメンタルトレーニングとかそういうメンタルケアが苦手な人ストレスケアが苦手な人はもう登山でいいです。登山か別に山に行くだけでも全然いいです。それこそ例えば都内とかだ住んでる人だったら都内からしか行と奥多摩とかね。 の森とかに週末行くだけででも全然いいですあ,のあらゆるメンタルトレーニングを超える効果が自然の中で過ごすってことにはあるんですよだからちょっとだんだんね今日なんかもそうですけどあったかくなってきたんでキャンプとかそういうのも全然いいです自然に触れることがほ,ほぼほぼ全てのメンタル系の問題を解決します